9-1。海はまだ土色に濁っていたが、空気は澄み上がって、はるかに房州の山が青ずんで見えた。私、いろいろ考えたんです。と、お寿恵は、風呂敷包みを抱え直しながら言った。自分では、これからも5日おきにきっと来よう。Aさんが会ってくれなくてもいい。サブちゃんがしたように、これが必要だなと思うものを揃えて、届けるだけでも届けようって。でも、家へ帰ってからいろいろ考えてみると、Aさんが誰にも会いたくない、誰にも構ってもらいたくないっていう気持ちがわかるように思えてきたんです。一枚の布切れのため、右からも左からも無法に痛めつけられ、一生をめちゃめちゃにされてみれば、人を憎み、世間を憎むのは当然なことだ。今はその憎む心でいっぱいなのだ。無事平穏に暮らしているものを見れば、ただ憎悪をかき立てられるだけであろう。これは A さんの気持ちが静まるまで、近寄らない方がいいかもしれない。私、そう思ったのよ。と、お寿恵は、弱々しい声になっていった。それでも、時々我慢できなくなって、夢中で家を出かけたこともあるわ。Aさんがこの寄せ場で人足なんかをしていると思うと、胸のここが裂けるように苦しくなって、どうしてもじっとしていられないの。カーッとなって飛び出して、よく向こうの鉄砲塚市まで来たものよ。けれども、貸しへ来て石川島を見ると、急に怖くなって足がすくんでしまう。自分が行けばまた、世間や人を憎む A さんの怒りを煽るだけだろう。行ってはいけない。もう少し辛抱しよう。そう思い返し、自分をなだめすかすようにして、そこから帰った。今度の大嵐で、真っ先に考えたのはここのことだったわ。と、お寿恵は、ちょっと間を置いて続けた。夜中過ぎだわね。だんだん風は強くなるばかりだし、お父っつぁんは揚げ潮が心配だっていうの。この風が潮のいっぱいになる時までやまなければ、深川の海っぺりは水に浸かるだろうって。深川が水に浸かるなら、ここはなおさらでしょう。待ち木戸や何かがなければ、私そのままここへ飛んできたかったわ。世間のロックはなぜそんなことをしたと英二は思っていた。ロクは避難する船に乗ったが、船から降りるとき、縄細工をする老人が海へ落ち、それを救おうとして飛び込んだ。そして老人と一緒に溺れ死んだというのである。避難した人足たちは、5日目までに一人残らず帰ったが、その出来事を見た者が、6、7人もいたし、ロクの死体はその前に発見されていた。その船は中州へ着いたのであるが、ロクの死体は干潮時に流され、佃島の岸の杭に引っかかっていい。水玉模様の色瀬ですぐに寄せ場へ知らせがあった。老人の死体はもっと遠くまで流されたのだろう。まだどこからも見つかった知らせはないけれども、ロクがその老人を救おうとしたという話は、寄せ場全体に大きな驚きと称賛を呼び起こした。あれだけの烈風と怒涛では、よほど水練に乗じたものでも、溺れる人間を救うことは不可能だろう。おそらく水練を知らないからこそ、ロクは飛び込んだのであろうが、世間などという卑しいことをして、多くの女たちの血をすすったような男が、どんな気持ちでそんな真似をしたのか、英二には理解がつかなかった。本当に何でもなかったんですか？とお寿恵は言い続けていた。あんなに壊れたり流されたりした建物があるのに、Aさんに怪我はなかったんですか？え？ああ、俺か。英二は海を眺めたままでぼんやりと答えた。俺はご覧の通りさ。がっかりしたかい？姉さん。とお末が言った。人間ってやつはおかしなもんだ。英二は独り言のようにつぶやいた。まったくおかしなもんだ。わけがわからねえ。それはどういうこと？おめえには関係のねえ話さ。と言って、英二は感情のない目つきでお末を見た。もう帰った方がいいぜ。俺は片付け仕事の最中なんだ。忙しいんだから。お末はたもとからいくつかの手紙を出し、包みの上へ乗せて英二に渡した。サブちゃんの手紙よ。とお末は顔を背けて言った。向こう岸まで来たけれど、いつも持って帰っちゃったの。それで、腰痛も溜まっちゃったけれど、堪忍してちょうだい。そして、お末は、英二から逃げるように去っていった。9-2。サブの手紙は、4通とも日付がなく、字も相変わらず下手であった。宝庫堂では、小僧の時から手習いをさせ、一人前になってからも、暇さえあれば、習字をするのが、店の規則のようになっていた。したがって相当不器用なものでも、20歳ぐらいになれば、下手は下手なりにかなり見られる字が書けるものだが、サブだけはいつまでも手が上がらず、未だに子供のような字しか書けなかった。自分でも承知しているのであろう。手紙の始めには、4通とも字の下手なことが詫びてあった。バカだな、と英二は舌打ちをした。字の下手な言い訳より、日付を書くのが当たり前じゃねえか。誰が先だか後だか、見当もつきやしねえ。文面は似たり寄ったりで、英二のことを心配し、自分の近況が伝えてあった。葛西の暮らしは平穏で、病気の方も順調に回復していること。兄や弟たちと畑にも出るし、他の草取りもやった。田んぼや川の周りには蛍がいっぱいいて、夜など歩きに出ると足の踏み場に困るほどである。母や兄嫁も親切にしてくれるから安心して養生ができること。腸を患った時は参ったが、かっけは田舎の土を踏めば治るという通り、9月頃にはすっかり良くなると思うこと。兄嫁が7人目の子を産んだので、家の中はいよいよ狭くなり、自分は今物置で寝ることなどが順序もなく並べてあった。また追いつかわれているんだな、と英二はつぶやいた。ゆっくり養生ができるなんて言うが、畑や田んぼで働かされ、夜は物置で寝かされてるって、いつまでも閉まらねえやつだ。おそらく、英二に心配させまいとしてそんな風に書いたのだろうが、それを信じさせるような文章を綴る才はない。気楽なように書けば書くほど、彼の辛い明け暮れがあらわに感じられた。英二は、4通目を読み終わって、それを巻き戻そうとしたが、急に、お！と言ってその文字を見守った。子供の手のように不器用な字だと思ったが、ふと気がついて見直すと、不器用でいながら、どこかにふっくりとした気取りのない味があった。へえ。英二は他の3通をも広げてみた。おかしなもんだなぁ。こいつはどっかで見たことのある字だぜ。親方の吉兵衛か、兄弟子の誰かが表具をした、茶掛けの横物によく似た字があった。確かどこかの坊さんの書いたもので、こんな下手くそな字をどうして掛け物になんぞするのかと思ったことを、英二は覚えていた。後になって考えれば、それは下手なのではなく、その人ならではの風格を備えたものだということがほぼ分かったのであるが、今見るサブの字にも、その坊さんの字と共通した一種の味があるように思えた。バカバカしい。やがて英二は手紙を片付けながらつぶやいた。そうだとしたって今の俺には関係のねえこった。7月は秋であるが、もちろん暦の上のことで、暑さは真夏よりも厳しかった。大暴風と高波とは役所の建物と油部屋を残しただけで、三棟の人足長屋、女置き場、病人置き場、その他の小さな建物、やらいなどを皆打ち壊し、押し流し、南の浜の護岸工事で築いたばかりの石垣も、3分の2は崩されてしまった。そこで後片付けと仮小屋を建てることが同時に始められ、全部の人足がその仕事にかかった。女たちは洗濯や炊事や茶湯を配る役になったから。島のうちでは昼間でも至るところで軽い冗談口や笑い声などが聞こえた。そんなところへ通りかかると、松田権蔵は金だらいを叩くような声で怒鳴りつけた。このヘチマ野郎ども。男の人足なら赤鬼はそう怒鳴る。あんまりいい気になってのさばると、野郎ども、石を担がせてくれるぞ。この尻軽のすべただも。女たちなら赤鬼はそう言う。男の匂いにのぼせやがって、ほうげたばかり叩いていると、大川へ突っ込んでケツを下ろせるぞ。さあ、やっておくれ。などとやり返す女もいた。松田さんならさぞうまく洗っておくれだろう。こっちからお願いするよ。松田の顔は赤黒くなるが、決して怒鳴り返したりはしない。口ではかなわないことがわかっているから、彼は聞こえないふりをしてそこから去るのであった。男たちの中にも、時たま松田に突っかかるような真似をする者がいたけれども、それは憎むとか反感を持つからではなく、好きであり、親愛感があるからであった。一番人当たりがよく、言葉も穏やかな、人見張り役の小島良次郎だけは、人足たちのほとんどから嫌われているが、他の役人と人足たちの間は、不思議なくらいしっくりしていて、役人と寄せ場人足という対立的なところはなく、家主と棚子とでも言いたいような親しさが通い合っていた。やっぱり気がつきなすったか、と与兵衛が英二の問いに答えていった。確かにここにはそういう気分がありますよ。ええ、これはね、そもそもこの寄せ場というものを作った、長谷川平蔵という人の考えだそうでしてね。寄せ場は牢ではない、人足を罪人扱いしてはならないというのが、代々の役所の決まりなんだということです。それがずっと今日まで続いたのかな。中にはひどい役人もいたそうです。お奉行様から同心した役まで入れると、34、5人もの人数ですからな。ええ。と、与兵衛は悲しげに首を振った。ここにゃ、公儀から、年に米600俵、金が400両余り下されるんです。その米や金をくすねたり、人足の稼いだ賃金の上前を跳ねたりした役人が幾たりかいた。いうことを聞きましたな。そんなことがわからずにいた試しはないんだが、見つかるまではやめられないんでしょう。どこにでもあることだが、人間が欲に負けるというのはつくづく悲しいもんだと思いますよ。英二は聞いたことの子細を理解しようとするように、じっと息を潜めていた。と英二は聞いた。お上からそんな金や米が来るというのは本当ですか？それがこの寄せ場の特別なところです。江戸市中には、田舎から出てきた者や、天才、貧困、性格などから、多くの不老者や、小泥棒などが絶えない。その他、牢を出たが、職も身寄りもない者などを集め、これらに手職を与え、賃金を蓄えさせ、機会があれば市中へ出て、一般市民と同じ生活のできるような人間にする、というのが、人足寄せ場の建前なのである、と、与兵衛は語った。わずかな温泉は取られますが、寝て食べて働いて、病気になればただで薬をくれて、稼いだ賃金は自分のものになる。と、与兵衛は続けていった。こういうことはお上から怠慢な御用金や米が出なければやれないでしょう。また、そのご周囲に誤りのないようにするためには、役人衆もそれにふさわしい人が選ばれなければならないというわけです。したがって役人は人足たちに何かを強制したり、無理なことを押し付けたりすることはない。そうなるとこっちもわがまま勝手な真似ばかりはしていられず、自然自分たちのなすべきことを進んでやるようになり、いつかしら無理なしにそれぞれの持ち場が決まった。お前さんの目には入らなかったようだが、壊れる前の古い長屋のことを考えてごらん。樋口も造りもざっとしたものだが、いつもきれいになっていたでしょう。と与兵衛は自慢そうに微笑した。私はここへ送られてくる前、南町奉行の仮牢にいたもんだ。あそこは町奉行所の中だが、こことは比べ物にならないほど汚かったし、食べ物も粗末でまずかった。魔町のことは知らないが、王老となれば、人の話だけでもおよそ察しがつくでしょう。この前だったかな。おめさんが、押し込めを解かれた祝いに、みんなで酒盛りをしたとき、一生この島で暮らすといったものが幾人かあった。覚えてるでしょう。英治は返事をせずにじっとしていた。世間の下積みになった。世間のからくりに振り回されながら、その人の日をカツカツに生きている人たちが数えきれないほど多くいる。そういう人たちがここへ来たら、やっぱり二度と世間へ戻りたくないというのではなかろうか。サブも同じ組だ。世間にいるからこそ、トンマだのグズだのと言われ、人に追い使われなければならない。だがここなら長老もされず、午前8時から午後4時まで与えられた仕事をすればいい。わずかな贈与を取られるだけで、寝起きもただ、風呂も医者までもただだし、稼いだだけは自分のものになる。そうだ、サブにはもってこいだな、と英治は思った。これは飼い殺しだ。英治は一人になってからそうつぶやいた。俺は真っ平だ。お末は5日目ごとに来ていた。仕事の手が離せないのをいいことに、英治はずっと会わなかったが、毎月1の日が休みということが分かったのだろう。8月の11日に来た時は、また岡安喜兵衛に呼ばれたのであった。ところが、いつかの小座敷へ行ってみると、お末ではなくて、住吉のおのぶが待っていた。なんだ、と英治は立ったままで言った。おめえまでが恥をかかせに来たのか？おのぶはめげない表情で言った。そう言われるだろうと思ったから、今日まで我慢してこなかったのよ。話すことは何にもねえぜ。座るくらい座ってもいいでしょ？とおのぶは畳をそっと叩いた。サブちゃんのことで話があるのよ。英治は気が進まない顔つきで座った。はい、これ。おのぶは紙で包んだ何かの折を差し出した。つまらないものだけれど、私のお土産よ。9-3。英治は我知らず微笑した。相変わらず歯切れのいい口ぶりだし、自分の手で出しながら、私の土産とはっきり言うところなど、いかにもおのぶらしかったからである。サブがどうかしたのか？やっぱり知らさなかったのね。おのぶは畳んだ手ぬぐいで額の汗を拭きながら言った。あの人、小船町から暇を出されたのよ。英二は疑わしげな目をした。だってあいつは病気で笠へ帰ってるんだろう？それが6月限りで暇を出されたんですって。おまけに手紙一本でよ。誰から聞いた？サブちゃんから直によ。と、おのぶは自分のことのように景色番で言った。そんな手紙をもらったので、サブちゃんはすぐに小船町へ行ったんですって。その帰りに住吉へ寄ったの。かっけの上に腹まで悪くしていたって聞いたがな。そうよ。ひどい格好。おのぶは眉をしかめた。顔も手も汗も痩せっこけちゃって足だけがこんなにむくんでるの。おじいさんみたいに杖をついて一つ拾いにそろそろ歩く格好ったら本当に見られたもんじゃなかったわ。ひどい下痢が10日も続いた後で、まだ寝ていたのだが出てきた。小船町へ行ったが、親方には会えず、兄弟子の五郎が応対に出た。仕事が暇になったので、人減らしをする。お前の病気は治りにくいようだし、先の見込みもあまりないから、この辺りで身を引いてもらうことになった。そう言って、預かっていた給銀に一両添えて出したということであった。その時、すぐ隣の部屋で、おかみさんが誰かと話していたんですって。と、おのぶはきつい目つきをして言った。大きな声で話したり笑ったりしているくせに、おしまいまで顔も見せないし、声もかけなかったって言うわ。英二は静かに首を振った。そいつは何か訳があるな。仕事が暇になったからって、夏場になれば毎年残った。おまけにサブは病気じゃねえか。いくらなんだってそんなことで病人に暇を出すはずがねえ。そいつは何か訳があるに相違ねえ。私もそう思った。それでいろいろ聞いてみたんだけれど、サブちゃんには何にも思い当たることがないっていうの。あいつは点で鈍いからな。そう思って、Aさん。おのぶは怒ったように英二を見た。サブちゃんが思い当たることはないって言ったのは、サブちゃんが点で鈍いからだっていうの？英二は目を細めてじっとおのぶの顔を見守った。Aさんは苦労知らずよ。とおのぶは静かな口ぶりで言った。金蘭の切れのことや、その後、あんたがどんなひどい目にあったかということは聞いたわ。あんたが住吉で酔いつぶれたとき、私そんな A さんは嫌いだって言ったわね。訳を聞いたとき、すぐにそれを思い出して、たとえ知らなかったにしても、なんて悪いことを言ったんだろうって、私ずいぶん自分を憎んだもんだわ。私はすぐに飛んできたかった。自分が思いやりのないことを言ったからではない。サブちゃんは、与力の青木さんっていう人から詳しい話を聞いたし、3月には金蘭のことも分かった。サブちゃんからそれを打ち明けられて、あんたがどんな気持ちでいるかと思うと、いても立ってもいられなくなった。けれども、サブちゃんは私を止め、お寿恵さんにもまだ内緒にしている。A さんは気が立っていて会いたがらないし、今会いに行けばかえって怒りをかき立てるだけだろう。もう少し様子を見てからにする方がいいと、繰り返し言った。病気で笠井へ帰るまでサブちゃんの頭は A さんのことでいっぱいだったのよ。あんたの身になって考えて会いに行こうとする私のこともよせと止めたし、お寿恵さんには心配させまいとして何もかも内緒にしていたのよ。それなのに。と言っておのぶは声を低くした。あんたはそうやってあぐらをかいて、サブは点で憎い奴だなんて言って済ましてる。そんなにひどい目にあったっていうのに、Aさんはちっとも変わっていないわ。元通り頭のいい男前の苦労知らずよ。褒めてもらうほどのことじゃねえさ。と英二が言い返した。けれどもサブを鈍い奴だと言ったな。悪口じゃねえぜ。そんなことわかってるわよ。あんたとサブちゃんの仲ですもの。あんたが悪い気持ちでそんなことを言うはずがないじゃないの。そんなら何を怒ってるんだ ?9-4 おのぶはまた英二の顔をまともにじっと見つめた。サブちゃんが小舟町からなぜ暇を出されたか、私 A さんならすぐに思い当たると思ってた。信子はどうなんだい？私はバカだからダメ。と言って、おのぶはべそをかくような顔をした。でも、サブちゃんの話す口裏から、およそのことは察しがついたわ。そういえば、あんたにも察しがつくでしょ、A さん。英二は壁の一点を見つめたまま考えていい。口の中で、まさか、とつぶやいてから、驚いたように、おのぶへ振り向いた。まさかそんな、と彼は言った。おのぶはゆっくりうなずいた。そうなのよ。本当のわけはそれなのよ。だってサブは用心したはずだ。人に気づかれない用心ぐらいしたはずじゃねえか。5日ごとにどこかへ出かければ、どんなに用心したって、人の目につかずにはいないでしょう。と、おのぶは言った。それでなくっても A さんのことで、小舟町では神経を尖らしてたでしょうもの。そんな試しのないサブちゃんが、5日目ごとにそっと出かけるのを、気づかずにいる道理がないじゃありませんか。英二は口をつぐみ、腕組みをして目をつむった。そうだ。寄せ場にいる俺を訪ねたため、サブは暇を出されたのだ。疑われないように用心したことだろうが、サブにはそれほど巧みなことはできない。俺のところに差し入れに来るということが分かったら、宝庫堂でそのままにしておけないのは当然だろう。親方の吉兵衛にとっては、何より宝庫堂の名が大切なのだ。英二は歯を噛みしめた。それで、顎の肉の動くのが見えた。私がなぜこんなことを言いに来たか、Aさんに分かって。と、おのぶが言った。ねえ、Aさんは自分のされたことが許せなくって、ここから出たら思う存分に仕返しをするっていうつもりらしいわね。英二は何も言わなかった。その気持ちはよくわかるけれど、それはあんまり自分本位すぎやしないかしら。うまく仕返しができればいいわ。でも、相手だってそれをぼんやり待ってやしないでしょ。向こうには金も力もあるのよ。現に無実の罪であんたがここへ送り込まれたじゃないの。もちろんそれだって人間の一心ほど強いものはないというから、仕返しをしようとすればできるかもしれないし、うまくできれば A さんの気は晴れるでしょう。A さんの気持ちだけはね。と言って、おのぶは目をキラキラさせた。けれどもその時、サブちゃんはどうなるの？お寿恵さんはどうなると思うの？英二はまだ腕組みのままで、かなり長いこと身動きもしなかった。何かが始まると言いかけた英二は、大きな咳をして、組んだ腕を解き、片手で膝をなでながら言った。それを終わらせるのは容易なこっちゃねえな。終わらないものに関わり合うことはないでしょう。今すぐにとは言わないけれど、仕返しなんていうつまらないことより、Aさんのために苦労もし、心配もしている人たちのことを考えてちょうだい。英二は立ち上がって窓のところへ行き、しばらく外を眺めていた。そっちは北側で、伸び上がれば大川が見える。8月の晴れた空に、眩しいほど白い雲がいくつか浮かび、それを背景にゴミのようなものが飛んでいると思ったら、赤とんぼの群れであった。世間の愚か死んだよ。と英二はおのぶに背を向けたままで言った。この前の大嵐の時に船から落ちた年寄りを助けようとして溺れたんだそうだ。邪言の六ですって?ここでは次郎吉と名を変えてた。と言って彼は向きなぼった。仲間に追われてたって聞いたが、あいつは江戸から逃げ出したんじゃなく、この寄せ場へ潜り込んでいたんだ。そして、人を助けたんですって?助けようとして溺れ死んだんだ。俺は知らねえが、幾人もそれを見た者がいる。あの人でなしの六がだぜ。おのぶは二息ばかり英二を見ていて、それから聞いた。どうして六だと分かって?話してる口ぶりで気がついたんだ。それから、と言いかけたが、彼は首を振った。人間ってやつは時によってどんなことをするか予測のつかねえもんだと思ったよ。そうね。それでもここから出れば、多分また人を泣かせたでしょうにね。おのぶはそう言ってため息をついた。でも、私には本当とは思えないわ。あいつは心底ゲチゲチで、昔から首くくりの足を引っ張るような真似しきゃできない男だったのにね。今は小塚っ腹の無縁バカだ。と、英二はまた窓の外へ目をやりながら言った。ゲジゲジなんて言われるほど、あくどいことをしても、結局意味は出なかったんだな。おのぶは黙って自分の膝を見ていた。頭のいい男前の苦労知らず、おのぶに決めつけられたその言葉が、英二の頭に根深く刻み込まれた。自分本位で自分が悔しいから仕返しをする。そのことだけを思い詰めて、英二のために苦労している者のことを考えない。ふん、信子のやつ。自分こそ苦労知らずということを知らねえな。俺のやられたし半分でもやられてみるがいい。そうすりゃ人間が死刑囚をしずにいられないという気持ちがわかるだろう。そう反発してみるのだが、それでもなお、頭のいい男前の苦労知らずという言葉は彼の頭から消えなかった。ええ、くだらねえ。英二は仮小屋を建てる板を運びながらつぶやいた。将軍様に口説かれたって、やると言ったら俺はやるんだ。見てやがれ。9-5。畜生。と英二は自分を呪った。何が自分本位だ。信子なんぞに何がわかる。俺の胸の中では、まだ血が噴き出しているんだぞ。この痛みがどんなものか誰にわかる。くそ。信子の御託なんぞ忘れちまえ。暴風の後始末に8月いっぱいかかった。高波のために島の土はかなり広く洗い流されていたので、外から土や砂利を運び入れなければならなかった。人足たちの住む仮小屋を建て、灰焼き場を建て、役所の建物を修繕した後も、土入れと事業は続けられたし、南の浜の崩れた石垣を突き直すには、もっと暇がかかりそうであった。9月1日の休みに、英二と古部の清七が役所へ呼ばれ、それぞれ一貫門の褒美をもらった。暴風の夜、総崩れになった人足たちを抑え、無事に彼らを避難させた上、74人に進んで、島を守るため残るきっかけを与えたという2つの件を褒められたのである。英二は辞退した。あれは清七の手柄であって、自分は後から彼の真似をしただけだと言った。奉行は見ていたのだ。鳴島治右衛門は穏やかに微笑みながら言った。はじめの功はまさしく清七のものだ。清七の振り上げた掛け矢が、崩れ立ったあの人数の足を止めた。そして、続くその方の説得があればこそ、ことがうまくいったのだ。清七の掛け矢だけでは、死の恐怖で動転したあの人数を抑えきることはできない。力に対しては必ず力が動き出し、避難する前に死傷者が出たであろう。清七の力と英二の知恵と、この二つであの騒ぎが抑えられたのだ。と、奉行は言った。お口返しをするようですが、と英二は顔を上げて言った。それは、お奉行様がそうお考えになったことで、あっしの考えじゃございません。あっしはただ、正七の真似をしただけですから、ご褒美をいただくのはお断り申します。強情なことを言う。奉行は辛抱強くまた穏やかに微笑した。だが、奉行としても、一旦出したものを引っ込めるわけにはいかぬが、どうしたらいいか。英二は答えなかった。褒美のことは町奉行の許しが出ている、と、鳴島は言った。今になって取り消すわけには参らない。その方に何かいい思案でもあるか。英二はちょっと間を置いて、ご褒美なら、島に残って働いた74人全部に与えていただきたい、と答えた。そうか。奉行はしばらくしてうなずいた。よーし、差し支えはないだろう。では、一関門は正七。あとの一関門は74人に与えるとしよう。そして奉行は立って奥へ去った。列席した同心たちと共に、英二と清七も立ち上がったが、岡安喜兵衛が英二を呼び止めた。お前には話すことがある。と、岡安は言った。こっちへ来てくれ。清七は縁側へ出て行き、他の同心たちは役所の方へ去った。岡安は、廊下を曲がって、いつものあの小座敷へ入り、英二と向き合って座った。岡安喜兵衛は、何かを思い出したように、一度座ったのを立ち上がって、北側の窓を開け、元のところへ戻って座り、そのまましばらく黙っていた。今、この、と、岡安は、窓の方へ手を振りながら言った。風に花の香が濁っているが、お前にわかるか。英二は、三度ばかり空気を嗅いでみてから、黙って首を左右に振った。今吸っている9月の風の、と岡安はまた言った。この爽やかな、ひんやりとした味が、私には何とも好ましい。風には四季それぞれの違った匂いと味と肌触りがあるが、私はこの秋のひんやりとした爽やかな風が一番好きだし、この風を味わっていると、生きていることの喜ばしさが感じられる。ことに今のように、木製の花の葉に染まっていたりするとな。英二はいぶかしそうに、岡安の顔を見守っていた。自分を呼び止めておいて、何のために風の匂いだの、肌触りのことなんか話すんだ。どういうわけだ、と英二は思った。お前はどうだ？二呼吸ほどして、岡安は静かに聞いた。風の肌触りに秋を感じたり、送られてくる花の匂いを楽しんだりしたことがあるか？ A 氏は答えなかった。まだ歳が若いから、と言って、岡安は唇に微笑を浮かべた。そんな年寄り臭いことは知らないと言いたいところだろう。しかし、これは年の老若にかかわらず、そういう気持ちがあるかないかの話だ。さあ、よく嗅いでみるがいい。今匂っているのは木製の花だぞ。ご用はそんなこっすか？いけないか？あっしゃ、風だの花の匂いなんかに用はありません。他にご用がなければ部屋へ帰ります。報酬の式だから、岡安は浅上下に扇子を持っていたが、その扇子を半ば開き、ピシリと閉め、英治の言葉が聞こえなかったような表情で、窓の方へ目をやった。お前には興味がなくとも、秋の風はこのように秋らしく、爽やかに花の顔を送ってくる。と、岡安はゆっくり言った。だが、この風も一度起こり出すと、暴風になって家を吹き飛ばし、波を巻き立て、怪我人や死者まで出すようなことになる。7月の嵐でこの島はめちゃめちゃにやられた。今はお前たちの力でほとんど元通りに立て直されたが、もしも人間があのように暴れたとしたらどうだ。風を罰する法はないが、人間には掟というものがある。誰のためにです。英治が鋭く反問した。強い者のためにですか？弱い者のためにですか？世の中全体のためだろうな。あなたはご存じないんです。それを一度話したかった。私はお前のことを詳しく知っているのだ。岡安は柔らかな口ぶりで言った。お前が怒るのももっともだ。綿分のやり方も悪いし、目明かしの扱い方も良くない。宝庫堂にも他にもう少し考えようがあったろうと思う。それは確かにその通りだが、ここで一つ運と不運ということを考えてみよう。つい数年前のことだが、津軽の国から3人の男が蝦夷ヶ島へ砂金取りに行った。どんなにか苦労をした上に、2貫目という大量の砂金が取れた。ところで気がついてみると、食料がなくなりかけている。季節は9月だが、冬の早い土地だからそのまま引き上げるか、砂金を金に変えて冬ごもりの支度をするか、どちらかに決めなければならなくなった。だがそこにはまだ砂金が豊富にあり、引き上げるにはあまりに惜しかった。それで冬ごもりをすることに決め、必要な用具や食料を買うために、1人が砂金を馬に積んで出かけた。ところの名はわからないが、その部落までは行き帰り10日ほどの距離だという。残った2人は、なお砂金を取りながら待った。5日、7日と過ぎ、10日、12日と経ったが、出かけて行った男は帰らない。食料はなくなるばかりだから、2人はわずかな米に野草を入れ、粥にして食い伸ばした。そのうちに2人は、砂金を持っていた男がそのまま逃亡したのだと思い、後を追おうとしたが、すでに半月の夜も経っているし、こちらは乏しい食事のため、体が弱りきってそんなことは不可能だと分かった。男が戻ってこないとすれば、冬ごもりの用意と食べ物を集めなければならない。2人は川の近くに洞窟を見つけ、鳥や魚や草の根、木の実など、食べられそうなものをできる限り集めた。二人はその土地の冬がどんなものか知らなかった。そして雪の来るまで砂金を取り続け、雪が来て作業ができなくなると、その洞窟の中へこもった。寒気の厳しさは彼らの想像を絶し、それをしのぐための火と食べ物はたちまち減少していった。二人は逃げた一人の仲間を呪い、その仲間を一人で出してやったことで、互いに相手を責めたり、憎み合ったりした。しばしば洞窟の外で、獣の吠える声や動き回る気配が聞こえ、それが熊か狼かはわからなかったが、いずれにせよ二人は助からないものと諦めた。こうして死ぬものと思い切った時、三人の土民が彼らを探しに来て、冬ごもりに十分な用具と食料を渡した。土民たちの話によると、仲間の男は、それらの品を手に入れ、馬に積んで戻る途中、熊に襲われたのだそうで、土民たちにこの谷まで届けてくれと頼んだ後、間もなく死んだということであった。砂金は2貫目もあった。松前藩の目をかすめてやる仕事だから、正規な価格の交換はできないだろう。その上、国の果てとも言うべき不便な土地で、物の値段も法外なものに違いないが、それだけの物資なら、持っていった砂金の半分以下でも余ったであろう。残りの砂金はどうなったか、二人はそんなことは考えもしなかった。これで助かった。もう死ぬ心配はないというだけで、抱き合って泣いた。うん、不運などということは、泣き言めいているし、うんざりするほど聞き飽きた言葉だ。だが、うん、不運ということはあるのだ。岡安は短くため息をついた。今の話はかなり広く伝わったものだから、お前も聞いたかもしれないが、この三人の経験には、運と不運とが、いくつもの形で現れている。蝦夷ヶ島の土民は、長い間日本の悪辣な商人に痛めつけられて、ひどく狡猾で凶暴になっているそうだ。しかしその二人は、運が良く、日本人同士でも稀なほど親切で、誠意のある土民に巡り合った。お前は気がつかなくとも、岡安は一息ついていった。この爽やかな風には木製の蚊が匂っている。心を沈めて息を吸えば、お前にもその花の蚊が匂うだろう。心を沈めて自分の運不運をよく考えるんだな。サブやお末という娘のいることを忘れるんじゃないぞ。